ジャガー420は、イギリスの自動車メーカーであるジャガーが1966年から1968年まで生産した乗用車である。1960年代半ばのジャガーは、その高級スポーツサルーンのラインナップに関して、いくつかの悩みを抱えていた。一つは、世界的なヒット作となった傑作スポーツサルーン、マーク2の発展型として1963年に、 発売した S タイプがあまり好評ではなく、1955年のマーク1以来の設計で、ジャガー社中唯一の後輪固定喧嘩を持つマーク2が、いつまでも売れ続けたこと、二つ目は1961年登場の最上級車、マーク X が、台米輸出を意識したあまり車体が大柄すぎて、欧州市場で歓迎されなかったことであった。ジャガーは、不評の S タイプのフロントデザインを、 マーク X 風に改め、よりボディ後半部と調和の取れたスタイルにすれば、マーク2とマーク X の中間車種として、販売を改善できると考えた。また、S タイプのマーク2と同サイズのエンジンベイをこのデザイン変更に合わせて、拡大すれば、1964年以降の E タイプや、マーク X 同様の 4235cc エンジンが搭載可能となり、車重の重さが原因で、 マーク2.3、8より遅かった S タイプ3.8の名誉も挽回できるのであった。こうして1966年に登場したのが420であり、同時に1960年に買収した高級車メーカーデイムラーのブランドを持つデイムラーソブリンも登場させた。外観とエンジン排気量以外の420と S タイプの相違点としてはダッシュボードや ドア打ち張りにクラッシュパッドが装着され、引き出し式のマップトレイが廃止されたこと、タコメーターが追加され時計が、ダッシュボード中央に移されたこと、オプションのパワーステアリングが、マーロスバロマーティックベンディックス製となり、フィールが改善されたこと、ラジエーターの冷却性能と冷却ファンの改善、ブレーキの2系統化と泣き防止リング装着、電気系統のマイナスアース化と、 オルタネーター採用などの改良があった。4235cc エンジンは、販売先の燃料事情により7、1、8、1そして9、1の圧縮比が選べたが、SU ツインキャブレター付きで245馬力を発した。これは3キャブレターの E タイプや 420GE より20馬力少なかったが、それでも当時の自動車雑誌のロードテストでは、最高速は、 おおむね125マイルパーアイコール約時速201キロメートル0から60マイルパーアワー加速は10秒以内と今日でも高性能車として通用する動力性能を持っていた1967年の420の生産台数はその登場に合わせて240、340と解明されたマークに装備を簡素化して生産継続された S タイプ 420G となったマーク X のいずれをもしのぎ、ジャガー製サルーンの最多を記録した。しかし1968年になると、再び240、340の後陣を廃するようになった。これは420の需要層が同年末デビューの新型車 XJ6 を待って購入を控え、メーカーも生産を早期に打ち切ったためで、 結局420は1236台が生産されたに過ぎなかった。なお、240、340は1969年まで、420G は1970年まで生産続行された。ありがとうございます。